はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回はスプリームルーラー2020続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ようやく北朝鮮平壌攻略したというところになりまして、今回はその続きになるんですけども、まずはですね、経済国庫ボロボロなので、展開していた軍を一度全部予備に戻しましょう。中国軍とはね、あるいはロシア軍とは戦うつもりはないので、宣戦布告されない限りは一旦内政にゲームのポイントを切り替えていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、中国軍とね、韓国軍は多分まだ戦っているじゃないかなとは思うんですが、戦ってるよね。まあ日本軍はこれに我関せずというところでいきましょう。で、できれば、信州とかこの辺りにはね、まあ少ない部隊ではあったとしても展開させておいてもいいかもしれないんですが。まあ、少しだけせっかく獲得したまあ領地というか場所ではあるので、そういったところには少ない数ではあるものの、駐屯だけはさせておきましょう。平壌とかはね、それ以外はもう原則予備に戻していく。韓国軍とね、中国軍はご覧の通りやり合ってますからね。いやー、韓国軍も中国、まあ中国軍はともかく韓国軍もタフですよね。北朝鮮とまともに殴り合って、さらに中国とも殴り合いをやろうとしてるんだから。ちょっとその体力がないですからね、我が日本軍は。じゃあ内政の方に切り替えていきましょう。まずは貿易のところで言うと、全体的に石油がやっぱり厳しい状態が続いてるね。ただ、消費物資の輸出が前回まで停滞、好調だったのが停滞に変わっているんで、新しい産業を見つけていかないと少し厳しいな。水、お金もね、国庫もだいぶ減っているんで、新しい成長産業を見つけていかなきゃいけないんだけど、どうだろう。今だと国際的な需要があるものがいいよね。結局その需要を見るときは生産費と売り出しの価格、1ユニットの単価、画面の下の方に出てますけどね。この1ユニットの単価の生産費と売り出し価格の差が大きいもの、当然売り出し価格が高くて生産費が少ないものをたくさん作ってたくさん売ればそれだけ利益になるんで、それを生み出していく。水とかに関して言うとね、生産費は2200で売り出し価格が2100なんで、これも輸入した方がいいっていうものですよね。逆に
で、材木に関しては3しかないので、あまりメリットないよね。石油はやっぱりお金儲けにはなると。そういうもんだな。軍事施設は何が完成した？陸軍の工場ですね。石炭もまあそれなりに儲けはありますね。鉱石貿易もまあそれなりか。ウランはめちゃくちゃ金儲けになるね。ただウランはそもそもまだまだないからな。電力も自分たちで作るよりかは買った方が安いですね。消費物資は金儲けになる。産業物資も金儲けにはなるな。産業物資も作ってっていいかもしれないですね。あとは軍事物資もそれなりに金になるという状況ですね。まあこれらを見て何が今必要かというと、やっぱ石油なんですよ、石油。石油が、赤字がマイナス1154メガですからね。そうなると石油になるんだけど、石油はもう作れるところなかったからな。なんかこう土地狂って北朝鮮のところで作れるところがあったりしないよね。まあさすがにないか、北朝鮮には。秋田に大油田地帯を作りましたけど、さらにっていうのはさすがにないもんな。リサーチセンターでは若返り薬品を作ってるんで、これが完成したら世界中に売りさばくっていうのが一番いいと思うんですけど、かなりのお金になるんじゃないかなと。まあ、かくいう僕もね、もう35歳で、そう、この前初めて電車の中で、おっさん呼ばわりされましたね。いやー、もう僕もそんな年かと思ってね、ちょっと悲しかったんですけど。まあ、ただこう言っちゃなんなんですけど、自分が見るからかもしれないんですけど、そのおっさんって言ってきた人の方がなんか老けて見えたんですけどね、僕から見るとね。僕は自分の顔を毎日それこそ見てるんであれなんですけど、やっぱ服装とかなんですかね。くたびれたスーツにくたびれたバッグ、それでおっさんのフラグが立っちゃうのかな。一応な、お肌とかにはね、まあ抵抗していて気を使ってはいるんですけどね。まあ服とかはね、もう本当にどうだろう、スーツとか直近だといつ買ったかなっていうぐらいだな。いまだに新卒の時に買ったスーツとか着てますからね。中国軍と韓国軍の戦いが激しくなってきて、韓国軍が押されてるな。ここはただどちらにもつかずにのんびり構えましょう。どちらかというと国力の増強に力を入れて、今のうちに戦車でも作っとく？戦闘力の高い戦車がいいよね。そうなると J の90か99、ちょっと確認しておきましょう。それぞれにユニットの攻撃力。J と90は、まず生産比が154メガ。じゃあ J99 の ML ライト。これが生産比が149か。となると、ほとんど変わらないっちゃ変わらないんだな。あとは、攻撃力だね、そうなると。攻撃力も大して変わらないね。まあ、強いて言うなら射程が長いんで、J の90を作るのが一番いいかな。J の90をじゃあ何個か作っとく？いや、ちょっと待ってね。作るのも、ここで作った方がいいんだよね。ここで J の90を作ろう。結局、輸送する手間があるんで、日本の本土で作っても。だったら、この朝鮮半島で作った方が、有事の際に即反応できるっていうね、メリットがありますからね。
そうなると陸軍の基地をそのまま作ろう。これでこの平樹から軍をガリガリ送り出せるようになるはずですからね。これが一番多分手っ取り早いんじゃないかな。お、平壌で今度は航空基地が完成し、あーと航空戦力の工場ができたんで、ここでもじゃあ作っていく。空軍ですね、生産ピョンヤン。ここでじゃあ戦闘機、多目的戦闘機作ろう。ラプターにするか、うーん、 F2A にするか。ラプターと F2A だと生産費用見てみると F2A の方が全然安いや。こっちにしよう。これをじゃあ2機生産します。500メガかかりますからね、まあ、金はかなりかかるけど。あとは戦車だな。やっぱまあその北朝鮮軍と違って次の相手はどこになるかわからないですけど、中国軍になる可能性が高いからな。中国と今渡り合うだけの力は日本にはないので、中国にはすり寄りの政策を取ろう。海戦理由めっちゃあるじゃないか。まずは自由貿易と大使館の設置だけなんで、どうする。ミサイル防衛、通行運行補給条約、警官条約、相互防衛条約、非戦条約でも結ぶか。絶対に戦わない、中国軍と戦う余裕はないっていうね。まあ、中国こんな広大ですからね。もう外交の対案が来てるな。一時的に8590払えって、いや結構要求するな。カウンターかもしましょう。これをなくして代わりに財布1500ぐらいでちょっと許してくれないかな。頼む、中国に金を払ってでも日本と戦わないくらいっていうね。頭を下げるってちょっと情けない状況ですけど、か今だったら韓国が逆にね攻勢に出てるんで、韓国軍と一緒になって中国軍に向かって開戦するっていうのもね、この対案次第では考えましょうか。なかなか強気に出てくるからな、中国軍も。外交取引成功。よし、非戦条約が結ばれたね。お金1579で、非戦条約が結べたならいいでしょう。これで本当に内政にじゃあ注力していこう。当面の敵、中国との海戦はなくなったので、本当に内政に注力します。まずは、売れるもの、消費物資もただ、売り上げが停滞しているな。
産業物資は売れるっちゃ売れるんだけど、不調だからな、販売状況が。販売状況が高いものに。していった方がいいよな。穀物をとりあえずじゃあ作っていくか。自給できるように。外交の申し出ですね。7日間毎日109メガで、軍事物資2600、これは今少しでもお金欲しいので受け入れしていきましょう。軍事物資もやっぱり売れるよね、それなりに。となるとミリタリー工場をまず建てていく。ミリタリー工場を、軍事工場ですね。あとはちょっとお金を使っちゃいますけど、中国向けとかに輸出が効くであろう穀物類を北海道に作っていこう。ここを大穀倉地帯にしていく。お金はないんですけど、ただ、この穀物に関して言うと、施設費は40メガと大した額じゃないんで、バリバリ立てていっちゃおう。とりあえずここら辺にしとこう。やりすぎもどうかと思うので。で、穀物を、いわゆる自給自足ができるようになって、かつ海外にバリバリ売りさばくというね。これは農業国家にしていこう、日本をね。農業国家に。ちなみに今だと研究の施設は6個あるんで、これも10個ぐらいまで増やしていきたいけどな。中国軍と韓国軍の戦いは一進一退ですね。これを見ると、中国、韓国、ロシアと戦いになってるな。ロシアが戦いに参戦してるとなると、韓国が危ないね。韓国と一戦交える気はないんで。もちろん中国とは非戦条約結びましたけど。ルーシアは今どうなったんだろうな。どうなんだろう。ロシアはアジア枠かなと思ったけど、アジア枠じゃないとなると、枠的には、どこ枠なんでしょうね。RR。ヨーロッパでもないよね。アジア枠かなと思ったんですが。いるじゃん、ここに。アジア枠ですね、やっぱり。ロシアはどうなってるの？ウクライナとかね。いやー、結構、えげつないことやるよな。やっぱりロシアは。いや、でもこれ見ると韓国軍頑張ってるよな、本当に。中国、ロシア相手に奮戦してるからね。ちなみにコリアはどうなってるかというと、国内支持率は下降してるんだ、戦争終わったのに。
ん、コリア、コリア、コリアがないな。南朝鮮扱いになってんのかな、そうすると。あ、そうですね。死者の山。新規同盟を結ぶ。いや本当に韓国も頑張ってるよな。今中国ロシアと戦っていて、同盟国としてはまあ日本はいますけど、日本は中国とは非戦を結んでるので、どちらにも参加しない意向ですね。アメリカの動向が不明だよな本当に。アメリカもでもこうやって見るとキューバとは敵対しているものの、中国ロシアと戦うつもりはないんだな。韓国とは同盟があるけど、韓国が今戦争中のロシア、中国と敵対の意思がないですもんね。まあ、この辺りはちょっと面白いところだな。どうするのかっていうのは。さてね、まあ、続いて引き続き韓国軍の様子を見ておきましょう。いや、何が売れるかだよな。石油が欲しいんだけどな本当は。あとウランで消費物資はもうちょっと売っていきたいよな。産業物資もマイナス452、電力もまあ言ってもね、自給自足した方がいいには決まってるけど、まあ、産業物資かな。そうなると産業物資はまあ、それなりに利益出るもんね。産業物資も作っていきたいけど金がないわ。お、ここにタイ軍が来てるけど、どういうこと？タイは何しに来たの？輸送船が来てるけど、タイ。タイの輸送船。何？ここに歩兵部隊を上陸させて帰っていった。何する気なんだ。ちょっとタイの動向探ろう。マジでわからない。タイ何したいんだろう。タイ、タイ。タイは日本と同盟結んでいて、韓国とは何も起きてないよね。いや、マジで謎だわ。いや、確かに、まあ、タイとは、タイとは友好関係を結んではいるはず。だけどね、それにしたっていきなりか。まあ正式同盟結んでるからな、タイとは。まあ完全通行条約も結んでるんで、まあいいんだけれども動向が不明。いや本当にありがたいんだけどね、ここに大軍が駐留してくれるっていうのは。
ちなみに今の展開数、展開ユニット数はこんだけか。海上輸送で平壌に移動させとく。さあこんなもんでいいでしょう。動向不明だ。大軍の動きも気になりますけど。いや韓国軍マジで強いな。ミサイル基地が続々と出来上がってるけど、ミサイル基地なんて作ったっけな、ちょっと覚えがないんだけど、これ北朝鮮が作ってたのをそのまま引き継いでる感がすごいな。とはいえミサイルは本数は欲しいのでミサイル生産していこう。平壌どうする。陸上発射用対艦ミサイル、間接航空、陸上発射用、いや航空発射の方がいいよな。航空発射のものを20本合計作っとこう。まあ金があるのかって話はあるけど、ミサイル1本なんて知れてるよね。14メガ平壌を開発していこう。軍事拠点として、まあ、北京まで遠いからな。韓国もね、北京までたどり着けると思えないんだけど。まあ中国軍が多分一方的に開戦をしてきたんだろうな、北朝鮮を支援するために。まあ我が国としては農業国家への転換を図ろう。で一大穀倉地帯にしようとしているここね。まあ続々と立っていくのを待つしかないからな。日本だとね、攻めるときが大変ですよね。まとまった軍を大陸に送り込むってなると輸送船の数が全然足りないっていうのが北朝鮮戦でよく分かりました。北朝鮮は一方的に宣戦布告してきたのでしょうがなかったんですけども、これからの日本は戦争はしない。一応軍備は整えますけど、内政の平和な国家としてしっかり
財政を立て直しましょう。世界からね、でも戦争がなくなっちゃうと軍事物資が売れなくなるからな。まあ、お金が今ないのでもうしばらく見守ることしかできないけど、とりあえずは戦力としてはまとまった数を用意できるように、戦争はしないと言いつつ用意だけはしておいて、内政重視の国家に切り替えていきましょう。ボロボロになりましたからね、おかげで。こうやって見てるとコンピューターはちゃんとダメージが蓄積すると一回帰らせて修理してるよね。日本軍もそうするべきでしたよね、北朝鮮を強行次第で。いやー、中国軍の爆撃すごいな。この数相手に戦えるのかな。サンダードラゴン、フランカー、フィンバック、この辺りの性能がちょっといまいちピンときてないんだけど、日本軍が普通に戦ってどうにかなるのかな。待ってくれ、続々と大軍がやってくるんだけど、本当何目的で来んのこれ、怖いな。うわ、タイから空母起きてるじゃないか。タイの空母が進出してきている謎、何なんでしょうね。増強されてるな、タイ軍が朝鮮半島で増強してる兵の。マジで単調だな。まあ、韓国軍と中国軍は一進一退、ロシアとは戦ったり戦わなかったりみたいな中途半端な状態だけど、ここにタイ軍がまさかの参戦か。タイから外交の申し出。ちょっとこれよく意味がわからないな。タイから外交の申し出で、提供項目は7293もお金をくれる。で、要求項目は、金融資産価値の提供。要求ゼロ。どういうことだろう。いや、金欲しいから受け入れよ。金が一気に増えたけど。何がしたいんだ、タイ。ちょ、マジで意味がわからない。
マジで意味わかんないな。タイもね、空母を派遣してきてるからな、なんといっても。続々と戦力を送り込んできてるけど、どっかと海戦する気なのかな。まあ、おかげさまで一時的にお金増えましたけどね。それにしたってこのタイ軍の抵抗がちょっとわからないな。はい、というわけでタイの空母が進出してくるというね、ちょっと要注意というか要注目というか、そんな状況が続きますけども、今回は時間もいい時間になりましたので一旦ここで終わりにして、次回以降ももうね、日本は戦争は行わない国として内政重視でプレーの方やっていきたいと思います。まあ、気が変わっていきなり宣戦布告の可能性もありますねが、というところで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。